水しか出ない台所でどのような体を。ねえ、みずきちゃん、みずきちゃんお願い、病院を探して、お願い。待ってて。私は近くにあった電話ボックスに飛び込み、電話帳をめくって手当たり次第に近所の病院へ駆けまくった。そして20件目ぐらいでようやく見てくれる小児科を見つけ、母ちゃんと一緒に病院まで行ったの。花沢君、熱冷ましの座薬を入れられたみたいで、私の前のソファーに横たわってた。母ちゃんはお医者さんにずっと頭を下げてたの。いやー、もうちょっと遅かったら肺炎を起こすところでしたよ。ありがとうございます、ありがとうございます。今は薬が効いていますから、ゆっくり寝かせて栄養のあるものを食べさせてあげてください。はい、ありがとうございます。で、お母さん、保険証は？それが、すいません。え、保険証ないんですか？はい、すいません。参ったな、全額自己負担になっちゃいますよ。はい、すいません。先生、今日はこれしか。ちょっと1000円って、お母さん。すいません。お給料が入ったらすぐ持ってきますので。いつ頃になりますか？月末には。すいません。連絡先書いていってもらえますか？はい、ちょっと事務所までお願いします。はい、すいません。どんどん背中が丸くなっていき、すいませんお母ちゃんは何回言ったんだろう。その声を聞いて花沢君、何を思ってたんだろう。